こんばんばは、速塾のほうですいやーね塾生さんには稼いでもらいたいですよね。と同時にですね塾生の中で一番稼ぐ人は常に私塾長であってほしいなというところで多分未だに私の記録はね塾内では抜かれてないんではないかなと思いますよね。えー、まあでも指導する以上指導される方以上に結果を出してないといけんかなと思いますんで私はですね追いつけないと言わせるのがすごく好きですよね。 動画の再生本数もそうですし売り上げもそうですしねそれから発信力とか行動力とか、えー、最近ねナイトライダーの,ーそのガレージをね作ろうかなと思ってるんですよ土地を借りてそこにガレージを建ててそこに車を入れて工具とかをいっぱい入れたりねカウンター作ったりとかして店じゃないですよ完全に浪費です完全に浪費をするガレージライフ世田谷ベースみたいなねろジョージさんのああいうのをやろうかなと思ってちょっと土地を見に行ったんですよ うん、やっぱりワクワクしますね、うん、なんかねやっぱ男の子として生まれてきた以上頭の中で思い描いたことを実現せずに死ねるかって気持ちはありますよね、うん、じゃあなかなかねお金がなくてなかなかできないということもありますけどもだったらまずはお金から攻略していこうかなってところですよね、えー、私もねマージャン店やってちょこ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 300円とか350円もらいながらやってましたよでそれが 全部使っても社員の給料にも足らずにテナント代にも足らずにどっかから借金をドカン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 ドカしてきてね何十万って単位でそれで毎月の支払いをこなしてたわけですよ今経費はかかりませんだから水道代とかはあんな感じですよね家ももう何も払ってないですし車は今ね4台あるんですけど便宜上をその経費の関係でわざわざローンにし,してるんですけども まあでも一月でも買えるしなだからあの吉田さんが言われてた20代で2億何千万稼いだヒロト,ヒロトですみたいなのありますけども私は逆にね40代でっていう風にすればいいのかなと思うんです40代で40代から始めてみたいなねそんなのがなかなか面白いかなと思いますで自分のだからどこを切り取るかなんですよね自分の私だったらこういった和室っていうのを切り取ったりとかそこで毎日同じようなペースで お伝えしているっていうのがあったりセールスはしませんよっていうのがセールスになっているとかねそうなんですよ私ねセールスしてないじゃないですかでもこれでもね物売れるんですよ申し込みがあるんですよなんか個別はないんですかとかね個別はないんですかとかすごいですねじゃあどんな状況どんな状態にしたらいいですかっていう,うに聞きますよねで私のできそうな例えば副業で5万円毎月コンスタントに稼ぎたいですって言ったらその方法は あじゃあやりましょうかってことになりますし短期間で半年で200万ぐらいを作りたいんですって言ったら大変ですけどやりますかって話になりますしねじゃあ1年間で1億円稼ぎたいんですってことになったらああじゃあそれプログラム作りましょうかってことになりますただ1年間1億ってのは私もねできないことはないんですけども前提条件が結構いるんですよねうんだからそういう人に対して YouTube でまずは動画を作る癖をつけましょうみたいなことは言わないです もうすでに YouTube でアップロードするのが癖になっていてチャンネル登録者数がやっぱ3,000人とか4,000人最低でもいらっしゃってそういうところからねじゃああなたの持っているその材料で組み合わせて1億作りましょうみたいなのをやってきましたけども全く何もない方っていうのはまずはタイピングがこうからこうになるまでに3ヶ月とかかかりますんでそれは長い道のりまになりますよね。う まあ、いろいろとね考えるところあるかなと思います。さあというところでね、えー、この動画も900話を起こしまして、あとは1000話に向かうばかりでございます。まだまだ始まったばかりですんでね、この億万長者合宿を活用して、億万長者を目指していただきたいかなと思っております。それでは本日は以上です。